遅えよ皆川。割り。ライブになったら体育館で遊べねえじゃん。秋の大会頑張るしかなくね。成績良ければ廃部取り消すって先生言ってんだから。まあな、一応バド部なんだしバド頑張ってみますか。なあ今村。うん、練習さ、引退しちゃったけど渡辺先輩にも手伝ってもらおうぜ。そうだな。なんか今村あんまやりたそうじゃなかったな、バド。ああ。なんで？あいつ中学の時やってたんじゃないの？なんかあいつんとこ強豪校だったからプレッシャーとかすごかったらしいよ。去年この大会3位だってよ。マジかよ。バド部終了か。お、やっぱ今村じゃん。高浜まだバドやってた。中学ん時やめたままだと思う。
今はバド楽しいこの体育館使えねえのはだりーな。ああ。もうバド部ねえんだな。ああ。今日スポーツセンター行くんだろう。何する？バスケ？バドやろうぜ。